さあ、旅しますか。お帰りなさいね。ゲートオブバビロン。女の話をしよう。どうせ食べるのなら丸ごとがいいと女は思った。支配者にして処刑人、調理人にして毒味役、美食を重ねること数百人、堪能、溺愛、泥酔、絶頂、不死だらな食事のつけは頭に生えた異形の角。だがまあ、そう珍しいことでもない。美しい少女を貪るのは、人間どもの本能だ。口にした途端大量のエーテルを放出するだと。我がビマーナの推進剤でもそこまでのものはないぞ。人類最古、いや最新の爆殺料理か。いけません。バイタルありえない速度で低下しています。マッハダウンです。毒は仕込まれていませんね。つまり純粋なまずさによる味覚と精神へのダブルアタックです。嘘でしょ。まずさだけでこんなダメージ叩き出してんの。エリザベート、恐ろしい子。それでどうかしら、感想は。その涙はもちろん、喜びの涙よね。ね。なんですって。死んだ魚のごとき目を押しての感触、見事であった。今だけは口にしよう。貴様は我がマスターにふさわしい人間力を見せつけた。安らかに眠るがよい。よし、
では扉を開けよエリザベート。まだ宴は序の口であろう。しまった。ボロネーゼは嫌いだったみたい。リサーチ不足ね。やっぱりスープ系が鉄板よね。これは序の口よ。次がメイン、メインだから。次こそあなたの期待を裏切らないから。な、おい、待て。お前すごいんだな。大丈夫？ HP 減ってるみたいだけど、まだいけそう？弱気になるな。貴様はやればできる雑種だ。一度耐えられたのならあと2回も耐えられよう。貴様のものだ、蓄えておけ。それなりに手応えはありそうだ。その程度のレベルで我らの邪魔をするな。叩き切れ味を上げておくわ。天の鎖よ。大地の化身を崩せるか。王の財宝、その一端を見せてやる。こうでなくてはな。天の鎖よ。俺のマスターを守るのだ。これぐらいはしなくてはな。歯応えはあった方か。お前はどう思う？始めるぞ。俺の好みは分かっていいような。その程度のレベルで我らの邪魔をするな。王の財宝、その一端を見せてやる。俺のマスターを名乗るのだ。これぐらいはしない。過当すぎる。戦う価値はあったのか。それなりに手応えはありそうだ。王の財宝、その一端を見せてやる。見事だ。後で飴をやろう。過当すぎる。戦う価値はあったのか。
まったく、料理というものは。聞こえてる？伝達します。
意地を見せたか。
それなりに手応えはありそうだ。その程度のレベルで我らの邪魔をするな。ゲートオブバビロン。俺のマスターを名乗るのだ。これぐらいはしなくては。小物め、考えるにあたわぬわ。叩き不転の鎖よ。なぜついている。目障りにも程がある。俺のマスターを名乗るよ。これぐらいはしなくては。少しはマシになったようだ。そのまま励めよ。始めるぞ。俺の好みは分かっていいよな。その程度のレベルで我らの邪魔をするな。叩き吹く神戸を垂れよ。再生の時だ。自決しろとは言わん。俺のマスターを名乗るのだ。これぐらいは。蹴散らす感覚は良いが、退屈すぎるのも考えものよ。始めるぞ。俺の好みは分かっていいよな。その程度のレベルで我らの邪魔をするな。持ちこ手入れは万全だ。好きに使え。自決しろとは言わん。俺が引導を渡してやる。王の財宝、その一端を見せてやる。俺のマスターを名乗るのだ。これぐらいはし。小物め、考えるにあたわぬわ。小粒であってもこの輝きには胸躍る。やはり財宝とはこうあるべきよな。始めるぞ。俺の好みは分かっていいよな。下がって天の鎖よ。自決しろとは言わん。俺が引導を渡してやる。見事だ。後で飴をやろう。凡俗であるなら数をこなせ。才能がないのなら自信をつけよ。
早速圧倒されているようね。これがドラクルディナー、すなわち DD の食卓。順番に出せないのが残念だけど、どれも食べ頃を維持してあるわ。今回は無礼講よ。マナーの良し悪しは見逃してあげる。遠慮なく好きなものから食べなさい。あのさ、僕が言うのもなんだけど、あいつらにはシンジ君がいるんだぞ。この計画破綻してるよ。料理なんかにこだわってないで、ここで直接潰しちゃった方がよっぽど現実的だと思うけど。わかっていないわね、ネズミ。だからあなたは三流なのよ。これはもうそんな次元の問題ではないの。お前、まさか挑むっていうのか、このシンクの地獄巡りに。残念ながら我が宝物庫にはこれを美味に変える調味料はない。だが胃を整える霊槽ならば備えがある。飲んだが最後、一生味覚が失われるのが難点だが、使うか。その覚悟やよし、自ら立てた死亡フラグ、見事に超えてみせよ。
召し上がれ。今魂が抜けかけていたが、もしやこれも拷問の一種だったのか？